いた、サウスモンドチック、コナッツ住宅街のところに今週のワンテッド妖怪が、これですね、ピンク色と紫色のトホホギスの色違い妖怪。レッツ捕まえるぞ。あれ、お、どこ行った、妖怪サーチじゃなくて、そこだ。悪すぎす。グラウンドに犬を連れて体育の授業を邪魔した罪を犯したから。先生の慌てふためく様が私たまらなく好きなんだ。悪いっすね。悪すぎす。今回は犬妖怪縛りのパーティーにしてまーす。キラコマジェントルメン兼コマさん S、 犬にゃんケルベレス KK ブラザーズキラコマとコマさん S 同じようなポーズしてるね。取り付け系キラキラ。ジェントルメン剣ってモテ系の必殺だったっけな。敵が仲間になりやすくなるとかそんなんかな。ジェントルメン剣ミスミスミス、雷神の術。KK ブラザーズってどんなんかな。 KK ブラザーズを前に持ってくるとコマ系が4体にコマ妖怪が4体になるということか。コマ妖怪もいっぱいいるよな、本当に。わかりました、もう犬を離すのはやめます。たまたまそういえば犬妖怪やつね、使ってた妖怪。ワンテッドポイント2200、にゃイビビル、レベル60。イーストカシューチックのスーパーマーケットの駐車場に今週の指名手配妖怪いますね。これ地面の色とちょっと同じすぎるけど、デビビルの色違い妖怪、青色のデビビルって感じ。その名もイビビル。駐車場車ちょっと追いにくい。トリア、あれ、オッケー、捕まえた。イビビルだ。俺の罪状は、下級生が挨拶するたびに声が小さいと怒鳴った罪。デビビルだったらこんなことしないよね。人のやつに文句つけて何が悪いんだよ。俺に文句つけるなら痛い目にあってもらうぜ。イビビル、どんなんだろう、必殺技とか見れるかな。犬妖怪6体で挑戦。イビビル60だよね、レベルが60、結構強い。ちょっと様子見してみよう。ヒーラーがいないんだよな。キラコマが早速やられそう。コマさん S、 ジェントルメン剣頑張れ。モンゲー、レベル60、結構攻撃力あるなぁ。あ、自分で払いしてる。キラキラ、ジェントルメン剣やられる。 KK ブラザーズ前へ。粘着質イビリ、必殺技来る。なんか建物の中におったね。デビビルの必殺技見たことないけど、こんな感じなのか。多分似てるんだろうね、きっと。初めて見たわ。なんかパッと見弱そうなソニックって感じだよね、青色だし。妖怪ブラスター撃ってみます。豪傑、どうしよう。不気味グレネード、不気味グレネード、よくわからんな、ピンとこないな、どんなんだろう。結構時間かかるな、当たるまでに。先読みして撃つ、
当たらない。あんま当たらなかった。アタックモードハイだったのに。頑張れ犬妖怪キラコマ、コマさん S、 KK ブラザーズ、キラコマ、キラコマやな、キラコマやられるー。犬にゃん必殺技打っちゃおう。あ、移動されちゃった。 KK ブラザーズ、あ、誰か倒してくれた。レベル60のモンテッド妖怪、まんま強いね。わかったわかった、強いじゃねえか。仕方ねえ、年下をいびるのはもうやめるぜ。性格が全然デビビルと違うからだね。今回捕まえた妖怪はモンテッドポイント5000。逆転の鏡ゲット。